日本語能力試験、懲戒 N3 これから N3 の懲戒試験を始めます。問題用紙にメモを取ってもいいです。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも 手を挙げてください。いつでもいいです。問題1問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。 では練習しましょう例<イ>ホテルで会社員の男の人と女の人が話しています女の人は明日何時までにホテルを出ますかでは明日は九時半に事務所にいらしてくださいはい えーっとこのホテルから事務所までタクシーでどのぐらいかかりますかそうですね30分もあれば着きますねじゃあ9時に出ればいいですねあ朝は道が混むかもしれません15分ぐらい早めに出られた方がいいですねそうですかじゃあそうします 女の人は明日何時までにホテルを出ますか最も良いものは1番です。回答用紙の問題1の例のところを見てください。最も良いものは1番ですから、答えはこのように書きます。では 始めます。一番。電話で。妻と夫が話しています。夫は。これから何をしますか。もしもし。今用事が終わったから帰ろうと思って駅に来たんだけど。電車が動いてなくって。えっ、本当。うん。 少し帰る時間が遅くなっちゃうと思う。そろそろ暗くなるし、洗濯物を取り込んどいてくれるわかった。それから、もうすぐ荷物が届くことになってるから、受け取っといて。ああ、それさっき届いたよ。晩ご飯どうする作っておこうか。ありがとう。それは大丈夫。何かすぐ食べられるものを買って帰るから。それより、庭の花に水やっといてもらえない いろいろ頼んで悪いんだけど。わかった。夫は。これから何をしますか。二番。クリーニング屋で。 女の人と店員が話しています。女の人はワンピースをいつ取りに来ますかすみません。このワンピースお願いします。いつできますかええと、今日は水曜日ですね。土曜日にお渡しできます。そうですか。その日に結婚式があるんで、その前日までには取りに来たいんですが。 急ぐようでしたら500円高くなってしまいますが預かった翌日にできるコースもありますのでそちらにしていただけないでしょうかわかりましたあ申し訳ありません明日は定休日なのでじゃあその次の日ですねはいよろしくお願いします女の人はワンピースをいつ取りに来ますか 番会社で男の人と女の人が歓迎会について話しています。女の人はこの後、まず何をしますか再来週の新入社員の歓迎会、僕が準備することになってたでしょちょっと手伝ってほしいんだけど。うん、いいよ。営業家全員に出られるかどうかを聞いてくれるもう店は決まってて、 大体の人数は伝えてあるんだけど、そろそろ最終的な人数をお店に連絡しなきゃならないんだ。分かった。全員に聞いたら、店に電話して人数を連絡しておいてくれるその店、今日は休みだから、明日以降でいいよ。それから、メンバーが決まったら、僕にもメールで教えて。参加する人確認したいから。うん。他になんかない歓迎会で何をするか、内容を決めなくちゃいけないんだけど、 じゃあよろしく女の人はこのあとまず何をしますか ?4 番。 大学の英語セミナーの説明会で、係の人が話しています。参加したい学生は、まず何をしなければなりませんかえー、夏休みの上級英語セミナーについて説明します。セミナーに申し込みたい人は、インターネットでテストを受けてください。テストの点数によって参加できるかどうか決まりますから、 必ず今週中に受けておくようにしてください。結果は来週学生課の前の掲示板で発表しますので、そちらで確認してください。セミナーの申し込みは結果が出た後にします。参加費の振り込みも同様です。申し込み期間が短いので気をつけてください。 参加したい学生は、まず何をしなければなりませんか5番会社で男の人と女の人が話しています。女の人は、この後、 まず何をしますか佐藤さん、ちょっとアンケート調査の結果の入力をお願いしたいんだけど、今忙しいあ、新製品のサンプルを支店に送る準備をしています。ああ、それね。それはもう少し先でも大丈夫だよ。そうですか。入力には時間がかかるでしょうか。明日の会議の準備もあって。ああ、そっか。 それもあったね忙しいところ悪いんだけどこっちも急ぎなんだ前にもやってもらったことがあるから佐藤さんに頼みたいんだよね会議の準備って何が残ってるの資料の印刷と部屋の準備とお弁当の注文ですそうかじゃあそっちは大野さんに頼んでおくよわかりましたじゃあすぐします 女の人はこの後、まず何をしますか六番会社で男の人と女の人が話しています男の人はこの後 まず何をしますかパソコンをずっと使ってるせいで、最近肩が痛いんだけど、何かいい方法ない体操がいいと思うよ。体操教室とか申し込んでみたら私、うちの近くの体操教室に通ってるけど、肩の痛みが取れたよ。ああ、でも最近仕事忙しいよね。うん、行きたいんだけどね。あ 体操教室の先生が作った DVD があるんだ。それ見ながら自分でやるのはどう先生は以前、病院で患者さんに体操を教えてたりして人気があるんだ。ふーん、病院で教えてたんだ。それは良さそうだね。うん。インターネットで手に入るから頼んでみたらうん、今日にでも。あ、それから、会社の近くのスポーツクラブの無料チケットがあるからあげるよ。 そこでも簡単な体操を教えてくれるから、仕事落ち着いたら行ってみて。ありがとう。そうする。男の人はこの後、まず何をしますか 問題2問題2では、まず質問を聞いてください。その後問題用紙を見てください。読む時間があります。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から最も良いものを一つ選んでください。 では、練習しましょう。<例>女の人と男の人がスーパーで話しています。男の人はどうして自分で料理をしませんか 田中君、お買い物うん。夕飯をお買いにね。お弁当自分で作らないの時間ないか。いや、そうじゃないんだ。じゃあ、作ればいいのに。作るのは嫌いじゃないんだ。でも、一人だと。材料が余っちゃうそれはいいんだけど、一生懸命作っても一人で食べるだけじゃ、なんか寂しくて。それもそうか。 男の人はどうして自分で料理をしませんか最も良いものは4番です。回答用紙の問題2の例のところを見てください。最も良いものは4番ですから、答えはこのように書きます。では 始めます。一番。うちで夫と妻が話しています。妻はどうして昨日新しい掃除機を買いませんでしたか 昨日、掃除機の調子が悪いから、新しいの買いに行くって言ってたけど、どうしたなんか、広告見て気に入ったのがあったんだろあのね、今まで使ってたあの掃除機、壊れたと思ってたんだけど、また動くようになったの。えあの、広告で見てた掃除機、値段もそんなに高くなかったし、もうそれを買おうって決めてたんだけど、まだ動くんだったら、買わなくてもいいと思ってやめたんだ。 そっか。だけどすぐ壊れるんじゃない僕明日休みだし一緒に買いに行こうかいいよ壊れたらその時は一緒に新しいの見に行こう妻はどうして昨日新しい掃除機を買いませんでしたか 2番。会社で男の人と女の人が話しています。男の人は何のために貯金を始めましたか 今朝新聞で見たんだけど、ある調査によると日本では70%近くの人が毎月貯金をしてるんだって。多いね。年をとってからの生活のためにっていうのが一番多くて、家とか車とか高価な買い物のためっていうのも多かったよ。実は僕も今年から貯金を始めたんだ。あ、確か長い休みをとって海外旅行したいって言ってたね。そうじゃなくて、 大学院に入って学びたいと思ってるんだ。海外でね。そうなのじゃあ、頑張って貯金しないとね。ああ、私も頑張って働かないと。去年家買うのに貯金全部使っちゃったからな。家買ったんだからすごいよ。僕が家を買えるのはいつになるか。男の人は、 何のために貯金を始めましたか三番留守番電話のメッセージを聞いています。女の学生はどうして食事に行けないと言っていますか 田中です。今日のランチの約束なんだけど、ごめん。昨日の夜、うちの猫が怪我してね。今日、母が病院に連れてく予定だったんだけど、急な用事ができたから私に行ってくれって。ごめんね。あ、それと、私今日の夕方はアルバイトがあるから、クラブの話し合いに出られないって言ってたけど、バイトの日が変わって行けることになったよ。じゃ 女の学生はどうして食事に行けないと言っていますか 4番。会社で男の人と外国人の女の人が話しています。男の人はこれからどうやって女の人の国の言葉を勉強することにしましたか サラさん今度サラさんの国に2ヶ月出張することになったんだ少し言葉を習いたいんだけど誰か教えてくれる人いないサラさんは忙しいよねうん私はちょっとあ友達紹介するよいい人がいるよかったテレビの外国語学習の番組見てやってみたけどなんかよくわからなくてその友達 日本語はあまりできないんだけど国で外国人に教えたこともあるよえ日本語できないのこの前一度インターネットで会話のレッスンっていうのを受けてみたんだけど日本語の説明少なくて困ったんだよそれはグループレッスンだったから質問もあまりできなくてどこか学校は探してみたインターネットで探したけどうちから通えるところにはなかったんだうーん。 やっぱり個人レッスンがいいからその人に頼んでもらえるうん、わかった。私も日本語を習った時、日本語だけで教わったからきっと大丈夫。男の人はこれからどうやって女の人の国の言葉を勉強することにしましたか 5番。レストランで店長と女の店員が話しています。女の店員は店について何が問題だと言っていますか 店がオープンしてやっと1ヶ月経ったけど何か気づいたことあるそうですね。はじめは朝6時っていう開店の時間はちょっと早いと思ってお客様がいらっしゃるかどうか心配だったんですが近所の方がよく朝食を食べに来てくださるので驚きました。確かに予想以上だったね。はい。それと食事が済んでいるのにずっとお帰りにならない方が 結構いらっしゃるのが気になります。アルバイトの森さんが言ってたんですけど、せっかく来てくださったお客様が席がなくて入れないっていうことが何回かあったそうです。そういう時はお客様の気分を悪くさせずに席を空けていただくように頼まなきゃいけないんだけど、うちの店は若い店員が多いから上手に伝えるのは難しいかもしれないね。 女の店員は店について何が問題だと言っていますか六番女の学生と男の学生が授業の発表で使う資料について話しています 二人はこのあとまず何をしますかねえ 社会学の授業で一緒にやる発表のことなんだけど。うん。準備も終わったし、発表を待つだけだね。実はね、昨日ゼミの先輩に、私たちが準備した発表で使う資料とか発表の流れを見てもらったら、先輩が問題点をいくつか挙げてくれて。直した方がいいと思うんだ。どこうん。まずね、せっかく自分たちで調査して面白い結果が出てるのに、 数字が並んでるだけだから伝わりにくいって。じゃあ、グラフを加えようか。そうだね。それからもう一点。私たちの主張が発表の最後にしかないから、途中まで何が言いたいのかわからないって。ねえ、発表の流れ変えてみないうん、やってみよう。流れを変えたら調査結果の見せ方も変わってくるだろうから、グラフのことは後にして、それからやろう。うん。 先輩にお礼言っといてね。二人はこの後、まず何をしますか。問題三。問題三では。 問題用紙に何も印刷されていません。この問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です。話の前に質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて1から4の中から 最も良いものを一つ選んでくださいでは練習しましょう<例>女の人が友達のうちに来て話しています田中ですあはい 昨日、友達が泊まりに来てたんで、片付いてないけど、入って。あ、でもここで、すぐ帰るから。あのー、この前借りた本なんだけど、ちょっと破れちゃって。え、本当うん。このページなんだけど。ああ、うん。このくらいなら大丈夫。読めるし。本当ごめん。 これからは気をつけるから。うん、いいよ。ねえ、帰ってコーヒーでも飲んでいかないありがとう。女の人は友達の家へ何をしに来ましたか ?1。謝りに来た。2>, 2。本を借りに来た。三、 泊まりに来た。4、コーヒーを飲みに来た。最も良いものは1番です。回答用紙の問題3の例のところを見てください。最も良いものは1番ですから、答えはこのように書きます。 では始めます一番テレビでアナウンサーが話しています皆さん突然ですが私左利きなんですマイクを持つのも左手箸を持つのも左手です今来ているこちらのお店 文房具などちょっと見たところよくある普通のものが売られていますが大変人気があって全国からお客さんが集まってくるそうですすべての商品が左利きの人のためのものなんです普段はあまり意識しないかもしれませんが普通のハサミ包丁などは右手で使うように作られていますこちらのお店には 日常使うものからパソコンのキーボードなどの電気製品ギターなどの楽器まであるんですよすごいですねアナウンサーは主に何についいてて話していますか左利き用の道具の特徴 左利きの人の苦労3この店で扱っている商品4この店の利用客の感想二番 ラジオでスポーツ選手が話しています怪我で思うような成績が出せずテニス選手としての活動を休むことにした後選手を辞めて指導者になることも考えましたでも目標を持って頑張る若い選手たちの試合を見てまだ諦められない気持ちが出てきました自分もその場所に立ちたいと思い 選手を育てるのはもう少し先でもいいと思ったんです。休んでいる間も応援してくださった方たちのためにも新しい気持ちでやっていきたいと思います。このスポーツ選手が伝えたいことは何ですか ?1 選手としての活動を休むということ 二、選手を辞めるということ3指導者になるということ4もう一度選手として活動するということ三番 テレビで博物館の人が話しています。子供に科学を好きになってもらいたいご両親、多いと思います。でも、子供に正しく分かってもらおうと、つい大人に説明するときのように、数学的な話や専門的な話をしていませんか子供には難しい話をしても仕方ありません。 言葉で詳しく説明するよりも実際に経験させることが大切なんです。例えば月での重さの感じ方を教える時だったら地球で1キログラムのものが月ではどのくらいの重さに感じるか持った感覚でわかるようにするといいですよ。博物館の人は 何について話していますか 1, ?1 子供が科学を好きな理由二、2> 2子供への科学の教え方三、子供に科学を学ばせる理由四、子供にとって必要な科学の知識 問題4問題4では絵を見ながら質問を聞いてください。矢印の人は何と言いますか ?1 から3の中から最も良いものを一つ選んでください。では練習しましょう。 0<レ>ホテルのテレビが壊れています。何と言いますか 1, ?1 テレビがつかないんですが <S 2, 2 <S テレビをつけてもいいですか ?3 テレビをつけた方がいいですよ。最も良いものは1番です。回答用紙の 問題4の例のところを見てください。最も良いものは1番ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。1番。約束の時間に少し遅れました。 友達に何と言いますか ?1、1> 待たせてごめん。2>, 2、急がせちゃってごめん。3、ごめん、お先に。 2>, 2番、観光の案内をしています。建物を見てもらいたいです。何と言いますか ?1、1> こちらでお目にかかります。2>, 2、こちらをご覧ください。3、お見せくださいますか 3番、荷物を受け取ります。サインするところがわかりません。何と言いますか ?1、1> どこにサインが書いてありますか 2>, ?2、どこでサインを渡しましょうか ?3、どこにサインをすればいいですか 4番。今日はあまりお腹が空いていません。ご飯を普通より少なくして欲しいです。何と言いますか ?1。ご飯少なすぎるんですけど。2>, 2。ご飯あと少し欲しいです。3。3> ご飯少なめでお願いします。 問題5問題5では問題用紙に何も印刷されていません。まず文を聞いてください。それからその返事を聞いて1から3の中から最も良いものを一つ選んでください。では練習しましょう。 0すみません。今、時間ありますか ?1、えっと、10時20分です。2、ええ、何ですか ?3、時計はあそこですよ。最も良いものは、2番です。回答用紙の 問題5の例のところを見てください。最も良いものは2番ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。1番山田さん、作り直してくれた資料見やすくなってましたよ。 1, 1ありがとうございます。よかったです。2わかりました。すぐに直します。3もっと簡単にするんですか 2>, ?2 番ねえ。 ちょっと木村さんに用があるんだけど、見なかった ?1 じゃあ、一緒に見よう。2, 2特に用はないんだけど。3, 3そう、他の人に聞いてみて。 3番昨日貸してくれた本読み出したら止まらなくなっちゃったよ。1, 1じゃあ全部読まなくてもいいよ。2, 2結構面白かったでしょう。3本なくなっちゃったの 4番、どうぞお入りください。すぐお茶入れますから。1、1> お構いなく。2、ごちそうさまでした。3>, 3、どういたしまして。 5番リーさん、あの、リーさんの研究でお聞きしたいことがあるんですが。1。あ、はい、どんなことでしょうか。2>, 2。ああ、聞いたことがあります。3。3> いえ、質問はありませんが。 6番友達に赤ちゃんが生まれたんだけどどんなものをあげたらいいと思ううんそれがいいと思うよ。2> 2プレゼントをあげたらどう何でも喜んでくれるんじゃない 7番、吉田さん、吉田さんはどちらのご出身ですか ?1、東京の貿易会社で働いています。2、2> 生まれたのは東京ですが、京都で育ちました。3>, 3、これから東京へ行きます。 8番トムさんは日本に来たばかりなのに日本のことよくご存知ですね来る前にいろいろ調べたんですいえ日本には長く住んでいませんよ 3> 3来たばかりですから仕方ないです 番寒いね。今夜は雪が降ってもおかしくないね。1。降ったらおかしい 2>, ?2。これは降るだろうね。3。3> 寒いけど降らないんだね。 これで、懲戒試験を終わります。